スポーツトレーナーの中野です。今回のテーマは太ももの外側の張りの対策ですね。非常に要望が多かったので今回取り上げることにしました。今回もねタオル丸めて使いますのでご用意ください。細くフェイスタオルを縦に畳んで丸めるだけです。結構ね固めに巻いてください。こんな感じですね。はい。でですね、外側が硬くなると、太ももの外側が硬くなると、まず違和感、嫌な感じありますよね。腰が張る人も、同じように外側張ったりとかね、一緒に症状出る場合も多いですし、いずれにせよ、取った方がいい場所ではあります。ここが張る、外側が張るっていう症状はね。なぜかっていうと、外側張るってことはね、筋肉のこうくっつながり方的に大臀筋っていうね非常にこう大事なところ筋肉とかお尻の筋肉ですね。だから大臀筋とかハムストっていうのがね働きにくくなるというか引っ張られてしまって外側が硬くなると引っ張られてしまってこう使いにくくなる裏と裏がね大臀筋とかハムストが使いにくくなるっていうのが一つ。もも裏が働きにくくなると外側に頼ってしまうっていう。で、さらに外側が硬くなってくるっていうね、こう、すごく悪循環を生みやすい場所なんですね、外側。なので、今の時点で、外側がこう、だるくなりやすいとか、張ってるとか、まあ、腰も一緒に張ってるとかっていう方は、なおさらですけれども、そういった方でですね、今日やるやつ、タオル、外側に挟みますけれども、痛かったらね、まあ、ぜひ、続けてみていただきたいですし、対処療法的にはなりますけれども、取っておいた方が、いいです。とは言っても根本的にはですね、外側が張る原因っていうのは股関節の状態とか、あとは膝、それから骨盤とか、あと足首のね、こう反る動き、背屈って言いますね、そういう動きが影響して外側っていうのはどんどん硬くなっていったりとかしますので、いずれにせよ根本的にはそっちをやっていかないと、再発っていうのはね、防いでいけないんですけれども、もうすでにね、張っちゃってる人なんかやっぱり辛いと思いますし、なるべく早く、針自体は取っていった方がいいっていうのは、いずれにせよ、必要なことなので、対処療法的にはなりますけれども、ぜひね、試してみてください。で、やってみて、いい感じであれば、続けてみてください。では、やり方です。下の方からずっと、ね、外側触っていくと、このお尻の近く、腰のラインよりももうちょっと下ですね。お尻の横ぐらいに、こう、ポコッと骨があると思います。出っ張り。外に出っ張ってる骨がね。わかりにくい人はちょっとお尻側から触ったりとか、後ろからこう前に向かって触ったりとか、あとは寝転んで触ってみたりとかね、するとわかりやすいと思います。外側にね、筋肉たくさんあったりとかする人は結構わかりにくいと思います。この大天使って言うんですけど、その大天使の押さえていただいて、そのちょい下です。真下ぐらい。ここにタオルをこのように置きます。こんな感じ。ここ大天使。大天使だったら、こういう感じでね、置いてください。で、こんな感じで。できれば、下敷きにしてこうやって寝転がりますけれども、ここにあります。はい。で、できれば足、膝、ここがね、曲がらないようにしたもん、ここまっすぐにした状態で、もうちょっと前出しましょうか。まっすぐにした状態で、寝転べる方がいいです。で、完全に、痛くなければね、完全にこうやって体重かけることが、できると思いますけれども、痛い場合は無理しないでください。ここって非常に痛い人が多いですし、痛みができるだけね、取っていった方が、なくなっていった方がいい場所なので、必ずアプローチはしてほしいんですけど、無理にグーッと押してもいいことはないので、痛くない範囲で、ちょっとずつ体重かけるようなね、感じでやるようにします。で、この大天使っていうところは、外側にあるね、大腿筋膜張筋とか、中殿筋とか、長径靭帯とかね、外側広筋の結構この周りにあるところ、大天使の周りの動きっていうのはね、組織の動きっていうのが悪くなって外側が突っ張ってきたり、長径靭帯になったりとかっていうのは結構ケースとしては多いです、多いので、大天使付近の硬さっていうのはね、取った方がいいです。はい。で、この状態で、痛くない人は、痛い人はね、こう、入れたり外したりっていうのをね、ちょっと繰り返しながら、左右交互にやっていただいてもいいですし、前の方にもね、入っていただいて、痛い人は外しながら、痛くない人はこうやって、どんどんこう、前にも、後ろにも動かしたりとか、
こういう感じで前後に動くと広い範囲でこうやって押さえれますので、こんな感じでじわじわじわとやってみてください。はい、ここが1箇所目です。2箇所目はですね、ここ大天使として、でここ膝の半分、太ももの長さの、まあ、大天使からにしましょうか、この長さの半分のちょい下ぐらい、この辺に当てます。今度半分よりちょい下、今やってるのが必須の3ポイントをやるんですけれども、痛いところ、ライン上で太ももって結構ね、長さがありますので、痛いところ全部やる、意味はありますけど、この3箇所は絶対やってくれっていう場所をね、紹介しています。はい、膝よりちょっと下。はい、ここも痛い人が多い場所ですね。じーっと。で、膝は最初はちょっとね、伸ばしたまんまやりましょう。股関節もまっすぐ。まあ、こうなってないってことですね。こうなってないってことです。まっすぐの状態でいきましょう、最初はね。はい。で、この辺なんかはね、かなり膝の曲げ伸ばしに関与する部位ですので、場所ですので、曲げた状態でもできるように、曲げた状態でも同じように圧をかけます。で、上の足使うとね、しっかり圧かかりますので、痛くない、痛気持ちいいぐらいの範囲でやっていきましょう。で、痛くない人はね、またこうやって前後に動いたりとか、あとは曲げ伸ばしですね。こっちの膝の曲げ伸ばしを体重かけた状態でね、やるようにしてください。はい。ここは2箇所目です。呼吸もね、忘れないように。3箇所目が膝の外のところにね、ポコッとまあ出っ張りがありますので、膝のまあ、膝の皿のお皿の近くですけど、膝のお皿のちょい上ぐらい、外、これも外側です。膝のお皿のちょい上ぐらい、ここ皿です。こんな感じ、膝の曲がるところのちょい上ぐらい、ここに当てて同じことをしていきます。まあ、チームにね、トレーナーさんがいなかったりとか、なかなかこうマッサージをね、受け入れない環境の方なんかは、本当にこうやって自分でセルフケアっていう形で、いかに問題が大きくなる前に対処できるかっていうのがね、大事ですので、こういうふうに丸めたタオルを使ってこう乗せて体重かけていくっていうのはね、非常に有効な方法ですし、その時にどういうポイントを抑えるのかっていうのをね、しっかりと勉強していっていただくと、効率もよくできると思いますのでね、限られた時間の中で効率よくやっていくっていうところで、有効活用していただけるといいかなと思います。この膝ちょい上ぐらいはやることは一緒です。膝伸ばした状態で最初こうやって体重かけていただくことと、で前後にね動かすっていうことと、あと体重かけたまま膝の曲げ伸ばしっていうのをやれるようにしてください。外側を押されるのはこの3箇所ですね。この状態でですね、結構もううまくいってるとね、それだけでも楽になってたりとかする人もいらっしゃると思いますけど、仕上げにですね、すねねじりですね、ふくらはぎ作りとかね、太もものハムストの時のね、話とかですねねじりってやったと思うんですけれども、あれを仕上げにやっておきます。この外側についてる長径靭帯とかってね、すねの角度に影響を受けて突っ張ったりとかっていう風にしますので、ランナーの人とか自転車をたくさん漕がないといけないとか、トレーニングでそれらを使っている、走ランニングとか自転車漕ぎとかを使っているような方はですね、割と頻発ですので、外側突っ張るっていうのはね、起こりやすいので特に注意してやるようにしてください。ですね、すねねじですね、膝90度ぐらいに曲げといていただいて、ガバッと捕まえて内側にねじります。内側に、全体が内側にねじるように。はい、詳しくは紹介した時の動画をチェックしてみてください。はい、これでね、動き試してみてください。うまくねやっていくとかなりスッキリしていきますので、対症療法的には有効かなと思います。で、繰り返しになりますけども、対症療法なので、根本的にね、発生しないように、太ももの外側の張りが発生しないようにね、していくのがやっぱ一番大事ですので、股関節、骨盤、膝
それから足関節とかね、近いところではそのあたりがかなり直接的に影響を与えますので、そのあたりねしっかり、アプローチの専門家に相談するとかね、していっていただくといいかなと思います。はい、それでは今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。